ははい皆さんこんこにちは、はいえー、本日はですね7月18日、もう7月もね18日になりました、そして木曜日、また週末がね近くなってますということで毎日本当に早いんですけれどもいやねあのー、いつもちょっとね、えー、本題に入る前の前置きが長いので皆さんからもちょっと言われてるんですけどもいやねねちょっと、ね、あのー、私も昨日、おとといぐらいの皆さんからのコメントでお聞きしたんですけど今現在ほんと、ね、本当ね日本暑いみたいですね。 で今朝方ね、頂いた,だいた、えーまあ、コメントもですね、えー、今現在36度よ、けいちゃんというようなことでね、えー、本当にね、暑そうだなというようなコメントも結構頂い,いております。私のいるバンコクはですね、今現在、雨季に入っておりますので、えー、朝晩は結構雨が降る,んだ、ね、降るのでね、まあ、昼間は当然、多少、えー、気温が上がって、でもですね、気温が上がっても32、3度ぐらいかな。 ということで、朝晩は結構涼しかったりするので、それこそですね、日本でいうところの5月のゴールデンウィークぐらいにね、比べるとかなり涼しくてね、過ごしやすいんですけど、いやー、大変みたいですね、36度とか7度とかね、そういったようなところで猛暑はね、というような今現在の日本列島のようですけども、皆さん、ご体調にはぜひね、お気をつけくださいといった感じの、まずね、前置きばっかし長くなっちゃうので、この辺に、やめこの辺でね、 やめておきますがはい今回の話題に関してはですねもう皆さんもね大注目のやはり悠仁様の話題なんですけどもいやね今朝方のちょっと情報でですね悠仁、えー、様の東京大学の推薦入学ほぼ決まりかなもうクリアしてるんじゃないのゆえに 今月の31日そして来月8月の1品ね岐阜のその総文祭高校総合文化祭でしたかねそちらの開会式にエヌミをご夫妻と出席されますよねもうとにかくね一番、えー、受験生にとってもう猛勉強しなきゃいけないような夏休みに2日間も3日間も出かけるこれ自体どうなんだね結局はもうなんか余裕のよっちゃんなんですかみたいな話もね 私も数日前にさせてもらいましたけどやっぱりね余裕みたいですよ。でそのねもうね東大の推薦入学クリアをしてるといったような具体的な理由もかなりリアルなんですね。はいそういったような話題をさせてもらいます。ぜひ最後までご覧ください。はいでですね今回の話というのは本日ね朝方から発売になってる「女性セブン」ですね「女性セブン」の8月1日号に具体的にね記載されているんですね。 で今、矢印でお示ししているように悠仁さま、東京大学の募集要項が出てきてね、もうすでに推薦入学クリアをしているみたいな、そういったような話なんですね。本当かよみたいな話に思えるんですけど、実はですね、この募集要項の細かい点を見ていくと、えー、確かにもうクリアしてるんじゃないのっていうような感じなんですね。そのことに関して具体的に話させてもらいます。はい、で、次のページ。 はい、ご覧になっていただいている通りですね東大の推薦もうすでにクリアしていて後ろにいる経費殿下はもうニコニコみたいなねそんな感じそしてニコニコしながらそのね8月1日と7月31日の総文祭の開会式に出られるのではないかみたいな感じなわけですね。 はい。で、先ほど言いましたように、もしくは今言いましたように、悠仁さまが永の宮ご夫妻と7月31日、そして8月1日のね、えー、まあ1泊2日ということですけども、行けば当然3日ぐらい潰れるわけだよね。まあ、その総文祭にご出席されますと言ったようなことですよね。正式名称が岐阜の全国高等学校総合文化祭。で、A、え、のー、宮ご夫妻のその心境というかね、なぜ悠仁さまを連れて行くかということに関しては、 まあ、あのこの記事の内容としてはね、江ミ宮ご夫妻にとってはその、やっぱり高校の文化祭、総文祭で、ね、ありますので、えー、その同世代、悠仁様と同世代の活躍を間近で見てほしいといったような、江ミ宮ご夫妻のお気持ちなのだろうみたいなことが書いてあるんだけど、この記事を読む限りにおいてね、戻ってこの部分を読んでみるとね、えー、やっぱりね、悠、え、仁、ー、様は余裕のよっちゃんなんじゃないの、すでにもう決まってるんじゃないの。 東大がね。といったようなことを、もうちょっとね、考えちゃうんだよね、はっきり言ってね。とんでもない話だけどね。本当にそんなことだったら不公平の極み、極みみたいなね。そんなような話です。はい。でですね、というのも先ほど言ったように、もうクリアしてるんじゃないかっていう理由ですね。これに関して、具体的にですね、7月の12日、今から1週間ぐらい前にね、今年度用のその推薦のですね、 学校推薦型選抜学生募集要項を具体的に発表しております。その、えー、この要項の中に具体的にその東京大学が求める人材といったようなね要は選抜するためのね、えー、5項目がね具体的に、えー、記されているんですね。で特にね、えーまあ、久人様さ、えー、まが、あ、進学されるのではないかと言われている東京大学の農学部その農学部が求める実績 ね、こういったような実績がある高校生に関しては推薦で入学させてあげますよといったね今言ったような5つのね実績があるわけですね。はい、でですね、えー、これがねこの5つの実績をね見る限りにおいてですねやっぱりねみたいな感じなわけですよね。でね、えー、この5つというのはちょっと読み上げますが研究成果あるいは論文あ確かにね。 あのトンボソンの論文ね出てましたよね」だとか「活動実績等の資料これは8月の来月の25日でしたね国際昆虫会議のねポスターセッションに久仁さ様の名前があるこれすでに実績になりますからねそして各種コンテスト参加者はその実績ちょっとこれは置いといてもですね外国語の能力に関する検定試験等の記録まあ検定試験の記録はないかもしれないけど まあ、こういったようなことがあるとね、先日のそのルクセンブルクの皇太子が、英宮邸を訪れたときに、経費殿下がね、久人、ちょっと出なさいということで、一緒に夕食会に出ておりましたよね。そういったようなことが、この実績作りにつながっているというふうに読めますよね。で、えーまあ、そのあの時もですね、もうメディアの方はしきりにね、 通訳を介さずに久人様も出席されその夕食会に参加されて90分間ルクセンブルグの皇太子と英語でお話になっていました流暢な英語を使っておられましたみたいな揚げ上げ記事がいっぱい出ておりましたよねもしかしたらあの揚げ上げ記事誰が書かせてるんですかそれには元となるのはこういったような今言ったね東京大学の推薦入学に必要な 点なので、誰かが書かせたんですかみたいなこともちょっと考えちゃいますけどね。いずれにしても、もう一回読まさせてもらいますが、外国語の能力に関する、えー、その記録というようなことがあるわけですね。なので、これもクリアしているでしょうと。そして、えー、その他突起すべき活動記録、そういったようなことの5種類。で、この突起すべき活動記録というのが、まあ、この記事の中身でも書いてありますけど、要はね、えー、突起すべき活動でしょ。 例えば悠仁さまが今度のね総文祭に行かれるといったようなことも皇室のね皇族の方々の、えー、まあ公務といったようなことでまあある意味突起すべきような活動なわけですよね。だからかだからわざわざ総文祭に連れていくんですか江ミ宮ご夫妻みたいなことも考えられますよね。まあそういったことでこれもクリアをしているということになると、えー、そのね、えー、実際にはねほとんど もうこれね5項目のうちのそれこそ4項目ぐらいはすでにクリアをしているゆえに悠仁さ様ももうねあもう大丈夫だみたいな感じになっているのではないかと。だから余裕しゃくしゃく余裕しゃくしゃくで7月31日には総分祭に行くし8月25日のその昆虫会議もね用意ができるみたいなね話なのではないかっていうことでまあ確かにねこのね5項目のね 募集要項を見るとほとんどクリアしているように見えますね。はっきり言うけど全部インチキだけどね。<laughs> もうその論文だってさ、えー、この国際昆虫会議だっておそらく久人様は出ないでしょ。えー、清志拓也さんが代わりにというか、もともと清志拓也さんがそのポスターのね、えー、実際の説明はするんでしょうからね。まあそういったようなことで、 まあ形だけはというか、まあインチキ的な形だけは、この,5項,目の5項目のうちのほとんど揃えている。ゆえに、もうね、久人様も余裕のよっちゃんなのではないかみたいな話だね。話してるだけでイライラしてくるけどね。はい、で、次のページ。 はい。で、今言いましたように、まあ、あの、皇室関係者の方も言われているんですけども、先ほど言った5項目の、もう5項目のうち、すでに4項目以上はクリアしている。すなわち8割方ね、もうクリアをしているのではないかっていう話。で、残る最後の一つが何かというと、えー、共通テスト。で、東京大学のこの推薦入試の場合は、えー、この共通テストは受けなければいけませんと。で、えー、その共通テストにおいて8割程度ね、 は取るる必要があるという,ふうに言われておりますでもこれ共通テストの8割ってかなりね大変なんでしょまあ私もね、まあ、こういった受験なんかっていう話になると40年以上の前の話だし私の娘の受験でももうすでに何年前だもうそれこそね大学受験っていうと10年近く前になるんですよ。なので今現在はあんまりよく分かりませんけども話によるとね 東京大学の一般入試の人でも共通テストはやっぱり8割ぐらい取る必要があるみたいですよね。要はそれぐらいの学力が求められるということで、これが最後のハードルになるのではないかというふうに言われておりますけど、どうなのかね。私もね、えー、い,い,もいい加減のこと言っておりますけども、これもさ、名前変えときゃいいんじゃねえのみたいな忖度がね、 行われれるかもしれないよねこれは私の,私の勝手な妄想ですけどねそんなこと考えちゃうんですよこれだけねなんかいろんなことで忖度忖度全て忖度でしょといったようなことがねあると本当みたいな感じですよねで、えー、本日の1本目の動画でもお話しさせてもらったね えー、例の川島さんですね、えー、経費電化の実定のあのお船さんがね、えー、どこでしたっけ、えー、実際のグッドソイルグループというねそこの役員を務めていたということでもしかしたら元役員に訴えられちゃうかもしれないっていう中でね実はその元役員というかね、まあ、被害に遭ったというかね、えー、なんかお金がなくなっちゃったその役員の人も頭にきててね、えー、実際その出資していた金額の中には なんかさ、東京、東大の農学部へのね、研究費、協力金として、2021年の5月に750万円を振り込んでたとかね。まあ、そういったようなことで、なんか全部つながってるしね。もう全部忖度じゃないですか。ね。といったようなことを考えるとですね、これそれこそね、このね、共通テストの8割以上、なんかさ、名前だけ書いときゃえんじゃねえのみたいなこと考えちゃうよね、はっきり言ってね。まあ、それはね、 まあ共通テストだからそんなことあってはいけないんですけどね。まあでもそんなことが、えーまあ、自然とね想像できちゃうっていうような話です。はい。でですね、えー、この東京大学の学校、えー、推薦型の、えー、農学部への合格,合格者というのはだいたい10名程度のようですね。で、えー、実際にはスケジュールとしては12月の頭の書類の選考があって、それに合格すればこんなもの合格するよね。でそうすると、 え、そのやっぱり12月中旬に面接があると。こんなのも当然合格するよね。もう、はっきり言って何もしなくたって合格でしょ。ね、面接受けなくたって合格になるんじゃないのっていうふうに思いますけどね。で、えー、その翌年の1月にこの最後のハードルと言われている共通テストを受ける。これさ、前もちょっと言いましたけど、これ共通テストを OK になるですね。悠人様。 これね、メディアもちょっときっちりとし取材してほしいよね。本当に悠仁様がね、共通テストに出かけましたよ、みたいなね。そういったようなことをちゃんと報道してほしいよね。そういった報道がなければ、それこそですね、本当に共通テスト受けたのみたいなね、話になっちゃうからね。メディアお願いしますよ、みたいなね、ことですね。はい。で、そういったようなことで、今回の,、まあ、こ,のこの記事の話題でもね、 もうすでに8割方というかかなりの部分でもう東大の推薦をクリアしているだろうといったような内容だったわけですね。故に先ほども言いましたように今月末の総文祭その開会式への出席で8月25日の国際昆虫会議のポスター作りだとかねまあそういったことに関しても十分時間がある余裕のよっちゃんの悠仁様ですみたいなねそういった自信が表れてるんだみたいなね。 かもしれないねみたいいなそういった話だったわけです一旦変えます。はいということで皆さんね今回の話どうですかね。まああのいつものごとくのみてこンさんなんでね、まあ、私もねいつものごとく話半分ぐらいで最初はこの記事に関しても読んでいたんですけどでもね先ほど申し上げたようなこの東大の実際の募集要項ですね推薦入試に対する募集要項の 5, か5項目なんか全てね この5項目を満たすためにあのトンボ荘の論文も発表されたのじゃないんですかね科学博物館にねわざわざ掲載したのではないんですかそして国際昆虫会議に何か名前だけ連ねておりますけどもこれもそういった実績のね5項目の実績になるように仕立てたんじゃないんですかということを考えるとですねもう最初からやっぱり東京大学推薦ということで こういった募集要項が出るだろうということを見据えてあの論文だとか国際昆虫会議の出席だとかねまあ名前が出てるだとかそういったようなことが全て作られていたといったような想像もできますよねというか結構この想像私の言った想像って当たってんじゃねえのみたいな感じですよねで まあ今年のね、年末ぐらいにははっきりすると思いますけども、久人様がやっぱり、東京大学の推薦にね、入試に実際応募しましたよ、みたいな話が出てきたら、やっぱりね、みたいな話。で、そしてそれが合格しました、みたいな話で、またメディアがさ、一生懸命、はい、共通テストも 8, 8割以上クリアしました、みたいなことで、一生懸命ね、持ち上げ報道をすることによって、まあね、 世間もなんとなくそういったことで騙されちゃうみたいなことになるかもしれないね。というようなこと。でもね、こういったような忖度、本当に忖度忖度、全て忖度まみれでね、えー、こういったお家にね、口頭が移ること自体がおかしいよ。絶対におかしいよ。こんなことをしてですね、その、筑くに入った時の定型校、進学制度も同じですけども、 こんなことをね、やってたらですね、本当に悠人様にとってね、それこそ5年経とうが10年経とうが、本当に例えばですが、そんなことあってはならないと思いますが、将来的にね、即位されるみたいなことになった時に、誰がね、敬愛できるのといったことですよね。まあその頃には、 こうういったようなね、今回話してるような話も忘れちゃう人が多いんでしょうけどもでも覚えてる人は覚えてるし私は覚えてるよはっきり言って5年たとうが10年たとうが皆さんどうですか皆さん覚えてるよねこういった話さ10年たとうが20年たとうが特にね、まあ、私もそうなんですけど昔からの,その皇室ファンの方って、えー、例えばね今現在の天皇ご一家のねお姿 以前ね、その週刊誌でバッシングされていたような話だとか、絶対覚えてるわけですよ。私もあの、以前のね、特に雅子さ様もしくは愛子さまのね、まあ投稿がどうの、学習院の初等科の時の投稿がどうのこうのっていうような記事が出ていた時、私も海外にいましたけど、そういったような話はね、しょっちゅうやっぱりアンテナをこうやって貼ってたんでね。 まあ好きだったからねその頃 YouTube はもちろんやっておりませんでしたがやっぱり皇室のこと好きだったから何でこんな話がね習慣して出るのかなみたいなことをねいつもアンテナ張ってねえ見ておりましたよねでそれが出るたびになんだこれはというふうに思っておりましたけどやっぱりそういったようなことはですねこの皇室のファンの方って非常にね根強いファンの方が多いんですよね。私もやっぱりねいつもねこの動画をねご視聴くださっている、えー、まあね 私のこのようなチャンネルでファンになってもらって本当にありがたいんですけれどもでもやっぱりコメントをね、えー、いただく中でねそういったような非常に根強いファンの方それだけね今現在の令和の天皇ご一家を愛されている方ってすごく多いんですよ、ね、だからやっぱりこういったようなね問題があったということはやっぱり10年経っても20年経っても忘れないよね私はあの動画の中でよくですね過去こんなことがあったらとかね えー、昨日あたりもなんかさ、例えば、あの例のトンズラマコさんですね、がレスター大学の大学に行った時に、なんかね、こうやってうなずいてた、うなずいてただけみたいなね、そんなような昔の話もよくね、話をさせてもらっておりますけども、やっぱりね、忘れないんだよね、こういったようなことってね。皆さんどうですかやっぱり忘れない方がね、相当いっぱいおられると思いますね。なので、忘れないがゆえにですね、こんなことをして、えー、つに入った、こんなことをして、 東大に進学をしして、てだけはニコニココいた、みたいな話ってさ20年経ったってさ30年経ったってねまああの今金城陛下は非常にご健康ですので今現在私より1つ上64歳なわけですよねでね、えー、例えば30年経ってもまだ90半ばぐらいでしょ多分それぐらいまではねもしかしたら100歳ぐらいまで、えーね、長生きしていただきたいんですけども多分長生きされると思います。なので、 まああの、万が一にでもですね、被災さ様が行為にかれるというようなことになったとしてもね、まあ30年後、40年後だと思いますけど、でもね、この30年後、まあね、もしそんなようなことになったとしても、忘れないよね、このことはね、というふうに思いますが、皆さんどうでしょうか。はい、今回もありがとうございました。バイバイ。